皆さんこんばんは、山口香織です。今日は私の誕生日なので、皆様にここでクイズです。正解した人の中からもしかしたら何か当たるかなということで、実は私が今まで、ショーをしてきて、まあ、いろんなことがハプニングがありました。その中でどれが正解か分かる人はみんな答えてね。1、ドレスの衣装の靴を持っていくときに、両方とも右足の靴を無色持っていってしまった。それでも一生懸命履こうとしたけどやっぱり履けなくてスニーカーを履いて歌った。まず1。そして2、私が、ドレスを着てるときにどんどん背中のファスナーが起こっていって、それで歌謡ショーがどんどんはらけていってオイル化粧になってしまった。3、私がキャンペーンの時に皆さんにサイン会の時にありがとうございましたって言ってそのままコテンって転んでいなくなってしまった。さて正解はどれでしょう。皆様の答えお待ちしてます。